中島敦作弟子 A の霊光は極めて意志の弱い君主である。剣と負債とを識別しえないほど愚かではないのだが、結局は苦い甘言よりも甘い天油に喜ばされてしまう。 A の国政を左右するものはその高級であった。夫人南氏は都に陰本の噂が高い。まだ宋の皇女だった頃、異母系の趙という有名な美男と通じていたが、栄光の夫人となってからもなお総長を A に呼び、大夫に任じてこれと習関係を続けている。すこぶる才走った女で、政治向きのことにまで妖怪するが、霊光はこの夫人の言葉なら、うなずかぬことはない。霊光に聞かれようとするものは、まず南氏に取り入るのが霊であった。孔子が炉から A に入ったとき、招きを受けて霊光には越したが、夫人のところへは別に挨拶に出なかった。南氏が冠を曲げた。早速人を使わして孔子に言わしめる。四方の君子、家君と兄弟足らんと欲する者は、必ず家将君を見る。家将君民ことを願い、うんぬ。孔子もやむを得ず挨拶に出た。南氏は地位という薄いくず布の垂れ絹の後ろにあって、孔子を引見する。孔子の北面慶主の礼に対し、南氏が最愛して答えると、夫人の身につけた乾杯が急然としてなったとある。孔子が後宮から帰ってくると、白が露骨に不愉快な顔をしていた。彼は、孔子が南氏不全の要求などは黙殺することを望んでいたのである。まさか孔子が妖婦にたぶらかされるとは思いはしない。しかし、絶対正常であるはずの風刺が、汚らわしい隠女に頭を下げたというだけですでに面白くない。美玉を愛蔵する者が、その玉の表に不浄なる者の影の映るのさえ避けたい類なのであろう。孔子はまた、白の中で、相当敏腕な実際家と隣り合って住んでいる大きな子供が、いつまで経っても一向老成しそうもないのを見て、おかしくもあり、困りもするのである。一日、霊光のところから孔子へ使いが来た。車で一緒に都を一巡しながら、いろいろ話を受けたまろうという。孔子は喜んで服を改め、直ちに出かけた。この丈の高いぶっきらぼうなじいさんを、霊光がむやみに賢者として尊敬するのが、南氏には面白くない。自分を出し抜いて、二人同乗して都を巡るなどとはもってのほかである。孔子が孔に越し、さて表に出て、共に車に乗ろうとすると、そこにはすでに清掃を凝らした南氏夫人が乗り込んでいた。孔子の席がない。南氏は意地の悪い微笑を含んで、霊光を見る。孔子もさすがに不愉快になり、冷ややかに孔の様子を伺う。霊光は面目投げに目を伏せ、しかし南氏には何事も言えない。黙って孔子のために、次の車を指さす。二条の車が A の都を行く。前なる四輪の豪奢な馬車には、霊光と並んで先見たる南氏夫人の姿が牡丹の花のように輝く。後のみすぼらしい二輪の牛車には、寂しげな孔子の顔が淡然と正面を向いている。沿道の民衆の間には、さすがにひそやかな歓声と顰蹙とが起こる。群衆の間に混じって、白もこの様子を見た。孔からの使いを受けた時の風刺の喜びを目にしているだけに、腹はたの煮え返る思いがするのだ。何事か矯正を労しながら、南氏が目の前を進んでゆく。思わずカッとなって、彼は拳を固め、人々を押し分けて飛び出そうとする。
後ろから引き止めるものがある。振り切ろうと目を怒らせて後ろを向く紫尺と紫星の二人である。必死に白の袖を控えている二人の目に涙の宿っているのを白は見た。白はようやく振り上げた拳を下ろす。翌日、孔子らの一行は A を去った。我未だ徳を好むこと色を好むがごときものを見ざるなりというのがその時の孔子の端正である。将校志向は竜を好むこと甚だしい。居室にも竜を彫り、周朝にも竜を描き、日常竜の中に祈願していた。これを聞いた本物の天竜が大きに喜んで一日将校の家に下り、己の愛好者を覗き見た。頭は窓に伺い、尾は胴に引くという素晴らしい大きさである。将校はこれを見るや恐れわらないて逃げ去った。その魂魄を失い五色主なしという意気地なさであった。諸侯は孔子の剣の名を好んでその実を喜ばぬ。いずれも将校の竜における類である。実際の孔子はあまりに彼らには大きすぎるもののように見えた。孔子を国賓として遇しようという国はある。孔子の弟子の幾人かを用いた国もある。が孔子の政策を実行しようとする国はどこにもない。京では暴民の領辱を受けようとし、宋では奸臣の迫害に遭い、呉ではまた共感の襲撃を受ける。諸侯の敬遠と御用学者の失志と政治家連の排斥とが孔子を待ち受けていたもののすべてである。それでもなお交渉をやめず、切磋を怠らず、孔子と弟子たちとは産まずに国々への旅を続けた。鳥よく木を選ぶ、木やに鳥を選ばんや、などと至って気ぐらいは高いが、決して世を拗ねたのではなく、あくまで用いられんことを求めている。そして己らの用いられようとするのは、己がためにあらずして天下のため、道のためなのだと本気で、全く呆れたことに本気でそう考えている。乏しくとも常に明るく、苦しくとも望みを捨てない、まことに不思議な一行であった。一行が招かれてその将王のもとへ行こうとしたとき、陳蔡の大夫どもが相はかり、密かにボートを集めて孔子らを道に囲ましめた。孔子の祖に用いられることを恐れ、これを妨げようとしたのである。ボートに襲われるのはこれが初めてではなかったが、この時は最も困窮に陥った。領土が断たれ、一同過食せざること7日に及んだ。さすがに飢え疲れ病者も続出する。弟子たちの困憊と強行との間にあって、孔子は一人気力少しも衰えず、平勢通り喧嘩してやまない。従者らの批判を見るに見かねた白が、いささか色をなして喧嘩する孔子のそばに行った。そうして尋ねた。風刺の歌は霊かと。孔子は答えない。弦を操る手も休めない。さて曲が終わってからようやく言った。言うよ。我何時に告げん。君子学を好むは、おごるなきがためなり。精進学を好むは、恐るるなきがためなり。それ誰のこぞや。我を知らずして我に従う者は、白は一瞬耳を疑った。この窮境にあってなおおごるなきがために学をなすとや。しかしすぐにその心に思い至ると、途端に彼は嬉しくなり、覚えず矛を取って
申た。孔子がこれにわして断じ、曲三度巡った。傍らにあるもの、またしばらくは飢えを忘れ、疲れを忘れて、この武骨な即興の舞に興じいるのであった。同じ鎮祭の役の時、まだ容易に囲みの解けそうもないのを見て白が言った。君子も窮することあるかと。死の平勢の説によれば、君子は窮することがないはずだと思ったからである。孔子が即座に答えた。窮するとは、道に窮するの意義にあらずや。今窮、仁義の道を抱き、乱世の官に会う。何ぞ窮すとなさんや。もしそれ、食足らず、体疲るる思って窮すとなさば、君子ももとより窮す。ただ精進は、窮すればここに乱る。と。そこが違うだけだというのである。白は思わず顔をあからめた。己の内なる精進を指摘された心地である。窮するも名なることを知り、対難に臨んでいささかの興奮の色もない孔子の姿を見ては、対遊なるかなと嘆ぜざるを得ない。かつて自分の誇りであった白人前に交わるも、目まじろがざる体の遊が、なんと惨めにちっぽけなことかと思うのである。虚から章へと、いずる道すがら、白が一人、孔子の一行に遅れて、畑中の道を歩いて行くと、アジカを担うた一人の老人に出会った。白が気軽に会釈して、風刺を見ざりしやと問う。老人は立ち止まって、風刺風刺と言ったとて、どれが一体何時の言う風刺やら、俺にわかるわけがないではないかと、つっけんどんに答え、白の認定をじろりと眺めてから、見受けたところ、死体を労せず、実事に従わず、空理空論に日を暮らしている人らしいな、と下げすむように笑う。それから傍らの畑に入り、こっちを見返りもせずにせっせと草を取り始めた。隠者の一人に違いないと白は思って一憂し、道に立って次の言葉を待った。老人は黙って一仕事してから道に出てき、白を伴って小野が家に導いた。すでに日が暮れかかっていたのである。老人は鶏を潰し、キビを貸し入れもてなし、二人の子にも白を引き合わせた。食後いささかの濁り酒に酔いの回った老人は、傍らなる琴を取って断じた。二人の子がそれにわして歌う。たんたんたるつゆあり。日にあらざればひず。延々としてやいんす。酔わずんば帰ることなし。明らかに貧しい暮らしなのにもかかわらず、まことに悠々たる豊かさが家中に溢れている。和やかに満ち足りた親子三人の顔つきの中に、時としてどこか知的なものがひらめくのも見逃しがたい。断じ終わってから老人が白に向かって語る。陸を行くには車。水を行くには船と昔から決まったもの。今陸を行くに船を持ってすればいかん。今の世に衆の古法を施そうとするのは、ちょうど陸に船をやるがごときものと言うべし。猿に衆公の服を着せれば、驚いて引き裂き捨てるに決まっている。うんぬ。白を、肛門の徒と知っての言葉であることは明らかだ。老人はまた言う。
楽しみ全くして初めて志を得たと言える。志を得るとは賢弁の意義ではない。と断然無極とでも言うのが、この老人の理想なのであろう。シロにとってこうした頓性哲学は初めてでない。長祖決敵の二人にもあった。その節与という妖狂の男にもあったことがある。しかしこうして彼らの暮らしのうちに入り、一夜を共に過ごしたことはまだなかった。穏やかな老人の言葉といいたるその姿に接しているうちに、シロは、これもまた一つの美しき生き方には違いないと、幾分の羨望をさえ感じないではいられなかった。しかし、彼も黙って相手の言葉にうなずいてばかりいたわけではない。世と立つのは、元より楽しかろうが、人の人たるゆえんは、楽しみを全うするところにあるのではない。くくたる一瞬を起用せんとして、大輪を乱るのは人間の道ではない。我々とて、今の世に道の行われないことぐらいはとっくに承知している。今の世に道を解くことの危険さも知っている。しかし、道なき世なればこそ、危険を犯しても、なお道を解く必要があるのではないか。翌朝、シロは老人の家を辞して道を急いだ。みちみち、孔子と昨夜の老人とを並べて考えてみた。孔子の明察があの老人に劣るわけはない。孔子の欲があの老人よりも多いわけはない。それでいてなおかつ、己を全うする道を捨て、道のために天下を周遊していることを思うと、急に昨夜は一向に感じなかった憎悪を、あの老人に対して覚え始めた。昼近く、ようやく遥か前方の真っ青な麦畑の中の道に、一段の人影が見えた。その中で特に際立って竹の高い、孔子の姿を認め得たとき、シロは突然、何か胸を締め付けられるような苦しさを感じた。宋から陳に出る渡し船の上で、始皇と蔡与とが議論をしている。述筆の言う、必ず中心、旧がごときものあり、旧の学を好むにしかざるなりという詩の言葉を中心に、始皇は、この言葉にもかかわらず、孔子の偉大な完成は、その先天的な素質の非凡さによるものだと言い、蔡与は、いや、後天的な自己完成への努力の方が、預かって大きいのだと言う。蔡与によれば、孔子の能力と弟子たちの能力との差異は量的なものであって、決して質的なそれではない。孔子の持っているものは万人の持っているものだ。ただその一つ一つを孔子は絶えざる国区によって今の大きさにまで仕上げただけのことだと。始皇は、しかし量的な差も絶大になると結局質的な差と変わるところはないと。それに、自己完成への努力をあれほどまでに続け得ることそれ自体が、すでに先天的な非凡さの何よりの証拠ではないか。だが、何にも増して孔子の天才の核心たるものは何かといえば、それは、始皇が言う。あの優れた中庸への本能だ。いついかなる場合にも、風刺の身体を美しいものにする見事な中庸への本能だ。何を言ってるんだと、そばでシロが苦い顔をする。口先ばかりで腹のない奴らめ。今この船がひっくり返りでもしたら、奴らはどんなに真っ青な顔をするだろう。なんと言っても、一旦有事の際に、実際に風刺の役に立ち入るのは俺なのだ。蔡弁十王の若い二人を前にして、公言は徳を乱るという言葉を考え、おこらかに我が胸中一辺の表心を楽しむのである。白にもしかし死への不満が必ずしもないわけではない。
陳の霊光が臣下の妻と通じ、その女の肌着を身につけて朝に立ち、それを見せびらかした時、節也という臣がいさめて殺された。百年ばかり以前のこの事件について一人の弟子が孔子に尋ねたことがある。節也の生還にして殺されたのは古の名臣比寒の監視と変わるところがない。仁と称して良いであろうかと。孔子が答えた。いや、比寒と中央との場合は血縁でもあり、また官から言っても称子であり、従って己の身を捨てて相関し、殺された後に中央の介護するのを期待したわけだ。これは仁と言うべきであろう。節也の霊光におけるは、骨肉の芯あるにもあらず、位も一大夫に過ぎぬ。君正しからず、一国正しからずと知らば、潔く身を引くべきに、身の程をも計らず、くくたる一心をもって、一国の陰魂を正そうとした。自ら無駄に命を捨てたものだ。人どころの騒ぎではないと。その弟子はそう言われて納得して引き下がったが、傍らにいた城にはどうしてもうなずけない。早速彼は口を出す。仁夫人はしばらく置く。しかし、とにかく一心の危うきを忘れて一国の貧乱を正そうとしたことの中には、地位不知を超えた立派なものがあるのではなかろうか。虚しく命を捨つなどと言い切れないものが、たとえ結果はどうあろうとも。言うよ。汝にはそういう将棋の中にある見事さばかりが目について、それ以上はわからぬと見える。古の詩は、国に道あれば忠を尽くして、もってこれを助け。国に道なければ身を退いて、もってこれを避けた。こうした出所身体の見事さは、未だわからぬと見える。死に言う、民横島大き時は、自ら糊を断つることなかれと。けだし、節也の場合に当てはまるようだな。では、と長い間考えた後で、シロが言う。結局、この世で最も大切なことは、一心の安全を図ることにあるのか。身を捨てて義をなすことの中にはないのであろうか。一人の人間の出所身体の適不適の方が、天下創生の暗記ということよりも大切なのであろうか。というのは、今の節也がもし、眼前の乱輪に貧粛して、身を退いたとすれば、なるほど彼の一心はそれで良いかもしれぬが、秦国の民にとって一体それが何になろう。まだしも無駄とは知りつつも監視した方が、国民の気風に与える影響から言っても、はるかに意味があるのではないか。それは何も、一心の保全ばかりが大切とは言わない。それならば、比寒を人人と褒めはしないはずだ。ただ命は道のために捨てるとしても、捨て時捨てどころがある。それを察するに地をもってするのは別に私の利のためでない。急いで死ぬるばかりが能ではないのだ。そう言われれば一応はそんな気がしてくるが、やはり釈然としないところがある。身を殺して仁をなすべきことを言いながら、その一方どこかしら名鉄保身を最上地と考える傾向が、時々死の言説の中に感じられる。それがどうも気になるのだ。他の弟子たちがこれを一向に感じないのは、名鉄保身主義が彼らに本能としてくっついているからだ。それを全ての根底とした上での仁であり、義でなければ、彼らには危なくて仕方がないに違いない。シロが納得しがたげな眼色で立ち去ったとき、その後ろ姿を見送りながら、孔子が修繕として言った。
国に道ある時も直きこと矢のごとし、道なき時もまた矢のごとし、あの男も永の死魚の類だな。おそらく尋常な死に方はしないであろうと。祖が碁を打った時、宝印商用というものが碁の死を追うたが、道場の王子気質に、王異なり死弓を手にしてかなりと言われて初めて弓を取り、死これをいいよと勧められてようやく一人をいたおした。しかしすぐにまた弓を皮袋に収めてしまった。再び促されてまた弓を取り出し、あと二人を倒したが、一人をいるごとに目を覆うた。さて三人を倒すと、自分の今の身分ではこのぐらいで十分判明するに足るだろうとて、車を返した。この話を孔子が伝え聞き、人を殺すのうち、また霊ありと感心した。白に言わせれば、しかしこんなとんでもない話はない。ことに、自分としては三人倒したくらいで十分だなどという言葉の中に、彼の大嫌いな一心の行動を国家の球威より上に置く考え方があまりにはっきりしているので、腹が立つのである。彼は忽然として孔子に食ってかかる。人心の説、君の大事にあたりては、ただ力の及ぶところを尽くして、死して思考して後に病む。風刺なんぞ彼を良しとする。孔子もさすがにこれには一言もない。笑いながら答える。しかり、何時の言のごとし、我ただその、人を殺すに、忍びざるの心あるを、取るのみ。